ジョン・コリン・グレゴリーはイングランド・ヨークシャー州ベバリー出身の男子テニス選手。1929年の全豪選手権男子シングルス優勝者で同年のウィンブルドン選手権男子ダブルス準優勝もあった。彼は医師であったことからテニス文献でもドクター・ジョン・コリン・グレゴリーと記載されることが多い。グレゴリーのテニスはグラウンドストロークの強打を最大の武器にした。 彼のフルネームがジョン・コリン・グレゴリーであることからテニス文献や優勝記録表ではコリン・グレゴリーとジョン・グレゴリーが混在していることが多いがこれは同一人物を指しているデビスカップサイトにはコリン・グレゴリーの名前で登録されており国際テニス連盟のプロフィールでもこの名前で掲載されているグレゴリーはヨークシャー州のテニスチャンピオンになった後 1926年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップのイギリス代表選手に選ばれた。この年からグランドスラム大会にも参加し始め、全仏選手権で3回戦に進み、ウィンブルドン選手権でベスト8に入る。3年後の1929年、グレゴリーはイギリス人選手としてヘンリー・オースチンと共に全豪選手権に遠征した。 この年の全豪選手権はアデレードにあるメモリアルドライブテニスクラブで開かれ、決勝戦の相手はリチャード・シュレジンガーに決まった。シュレジンガーは5年前の1924年にも男子シングルス準優勝があった人である。グレゴリーはシュレジンガーを6から2、6から2、5から7、7から5で破り、この大会で男子シングルス優勝を飾った。 全豪選手権で優勝した1929年、彼はウィンブルドン選手権で男子ダブルス準優勝も記録した。パートナーは同じ年のヤン・コリンズ特組、決勝でアメリカペアのウィルマー・アリソンジョン・バンディングに4から6、7から5、3から6、12から10、4から6で敗れた。ウィンブルドン選手権では1927年からシード選手が導入され、 グレゴリーは1929年の男子シングルス第8シードとして、この制度でシードに選ばれた最初のイギリス人選手になったが、シングルスは4回戦で止まった。1930年、グレゴリーは全仏選手権とウィンブルドン選手権でシングルスのベスト8に入り、この年を最後に選手生活から身を引いた。 1949年から彼はデビスカップのイギリス代表監督に就任する。1952年のデビスカップヨーロッパゾーン2回戦でイギリスがユーゴスラビアと対戦した時チーム代表選手に故障者が出たためシングルス第2試合で戦力を使い果たした状態になり1勝1敗で第3試合のダブルス戦を迎えた。ここで監督のグレゴリーが 22年ぶりのダブルス戦出場に踏み切る。グレゴリーはトニー・モットラムとコンビを組み、ユーゴスラビア代表のヨシップ・パラーダステファン・ラスログミを6から4、1から6、9から11、6から2、6から2で破った。この勝利により、イギリスチームも3勝2敗でユーゴスラビアに新勝する。こうして、ジョン・コリン・グレゴリーは48歳295日の デビスカップ最年長勝利記録を残した。全豪選手権の栄冠からすでに23年の歳月が流れていた。グレゴリーは1952年までデビスカップ代表監督を務めた後、1955年からウィンブルドン選手権の主催者、オールイングランドクラブの会長に就任したが、1959年9月10日にウィンブルドンの地で休止した。 56歳1ヶ月の生涯だった。ありがとうございます。